ビュルツブルグ中央駅は、ドイツバイエルン州、ウンター・フランケン行政管区の中心都市、ビュルツブルグに3つある鉄道駅の中で最大の駅である。この駅は、それ以前に町の中心部にあったルートビヒ駅が、鉄道の需要の急速な増大に伴って容量が不足するようになったことから、これを置き換えるために、町の北側2863年に開設された。 今日でも、ビルツブルグ中央駅はいくつもの需要の多い路線が、通るバイエルン州でも主要な駅である。特に、南北方向のハンブルクやブレーメンからミュンヘンへ至る路線と、東西方向のラインルール地区、ラインマイン地区から、ニュルンベルクやウィーンへと抜ける路線が重要である。アシャフフェンブルク中央駅と並んで、ビルツブルグ中央駅は、 ウンタンフランケンで二つあるアイスが止まる駅のうちの一つである。ビュールツブルグ中央駅は、近郊鉄道、路面電車、バスの組み合わせにより、ビュールツブルグの市および、地域の公共交通の主要なハブとしても機能している。ドイツの鉄道駅の分類におけるカテゴリーは2で、乗り場の数は11、旅客は1日に4万から4万5千人、1日の列車本数は、 約650本である。ビュルツブルグへのルート美ヒ西部鉄道の乗り入れ、編集1814年までは、フェルディナンド3世の統治するビュルツブルグ大公国の首都であった。ビュルツブルグの町は、ウィーン会議の結果として、バイエルン王国がチロルとプファルツ地方を失った、ことへの代償として、フランケン地方を獲得したことから、19世紀半ばにバイエルン王国の一部となった。 しかし、ビュルツブルグは、バイエルン王国の中では、橋の方にあったため、王国全体を縦断する、ルートビヒ南北鉄道は、ビュルツブルグを通っていなかった。バイエルンの両方議会からの強い要求があったことも、あり、ルートビヒ南北鉄道の開通した数年後には、ルートビヒ西部鉄道が開通し、ビュルツブルグは、鉄道網と結ばれた。 1852年に建設工事は始まり、約2 0 0トルに及ぶルートビッシ西部鉄道のうちの第三段階として、シュワインフルトビュルツブルグ間の約4 0トルが1854年6月1日に開業した。第四段階そして最終段階として、ゲミュンデンアムマインとアシャフフェンブルクからバイエルンの両方境界にあるカールアムマインまでの区間が延長され、 同年10月1日から営業を開始した。1852年の初代駅、ルートビヒ駅、編集ビュルツブルグにおける初代の駅は、ルートビヒ一世の名前にちなんで、ルートビヒ駅と名付けられた。バイエルン国防省の要求により、高い土地買収費用にもかかわらず駅は、城壁の内側に建設されることになり、現在のマインフランケン劇場の位置に建設された。しかし、 すでに建物が密集しているために、東端駅とならざるを得なかった。駅を建設するために用意された土地は、長さ約400メートルで、幅は50から100メートルほどで、駅舎やプラットホームホールに隣接して、機関庫や車庫を設置しなければならなかった。これに加えて、車両の保守用の工場と貨物倉庫も建設された。もう一つの建設上の問題として、 建設する土地が平坦ではなかったことで、このために線路を敷設するのは、周囲の通りよりも、最大で5メートルほど高く盛り土した上になった。担当した建築家は、政府の建築総督のゴッドフリートフォンノイロイターで、彼は、王立バイエルンクニュー鉄道の多くの駅に、ネオルネッサンス様式の駅舎を建築したが、彼をして、ビュールツブルグの駅は、 ルートビヒ西部鉄道の中で最も難しい駅と言わしめた。駅舎は2階建てで、正面を西側の劇場通りに向けて、ここにビュールツブルグの街の玄関となるよう設計された広場があった。線路が高い位置に建設されたため、駅舎の1階はいくらか高い位置に建設され、石灰岩や砂岩で装飾された駅には、待合室やレストランが入っていた。 駅舎の東側には、全長100メートル、幅24メートルのプラットフォームホールが続いていた。13メートルの高さの吊り天井のもとに、旅客用と貨物用の番線が1本ずつと、2本の木、回し線があり、それぞれにホールから外に出るアーチが設けられていた。駅への線路の引き込みの構造は、大きな問題を抱えており、城壁をくぐるところは2本しか線路がなく、 堀を越えるとすぐに、シュヴァインフルト方面とゲミュンデン方面へ分岐していくようになっていた。駅の北側は貨物用、南側は旅客用と分けられていたが、堀を渡る橋の上に分岐器が設置されて、正しい側に列車が発着できるようになっていた。これにより、貨物列車の発着容量の増大は特に制限されてしまった。背景。 アンスバッハフュルトハイデルベルクへの新線、編集駅東側の廃線とそこを行く、普通列車開業以降、鉄道の需要は増加傾向にあった。資源が不足していたために、急速な経済成長が妨げられていたが、新しい路線が建設されてビュルツブルグは、鉄道網のハブとなっていった。まず1861年から、 ビュルツブルグとアンスバッハを結ぶ9 0トルほどの路線が建設された。この路線はアンスバッハの町が自らの管理で建設したもので、ルートビ避難北鉄道の通っているグンテンハウゼンまで到達した。こうして1864年にビュルツブルグからアウクスブルクやミューンヘンといった大都市への短絡路線が完成した。その1年後には、 ロッテンドルフとフィルトを直結する路線が開通し、従来のバンベルクを経由する路線よりも短いことから、ルートビヒ西部鉄道はこちらの経路を好むようになった。同時に、従来のバンベルクへの経路と線路を共用するビュルツブルグロッテンドルフ間が複線化された。1866年にビュルツブルグへの鉄道路線としては最後となるオーデンバルト鉄道が営業を開始した。 これは、その当時は、バイエルン領であったラインプファルツ地方を、バイエルンの鉄道網とつなぐために、バイエルン王国の要求で建設されたもので、ビュルツブルグからオスターブルケントモースバッハを通って、ハイデルベルクへと通じていた。市街地の外の新駅、編集うして、ビュルツブルグへの路線が増加すると、その交通需要は、東端式の駅ではさばききれなくなってきた。 建設された当初から予想されていたことではあったが、建物が建て込んでいる。市内では、駅の設備の拡張は不可能であった。旅客の処理能力を増大させるために、まず貨物と入れ替えの処理を別な場所に移転することが計画された。増大し続ける鉄道の交通需要と、通過式配線の駅の運行上の利点を考慮して、1862年に、 町の北にあるワイン用のブドウ栽培で有名なビュルツブルガーシュタインの近くにあるシャルクスベルクに新しい駅を建設することが決定された。この当時はまだ建物があまり建っていない地区で通過式配線の駅を建設するのに十分なスペースがあった。駅の新設に伴って関連する道路網も大きく再編された。市内の狭く曲がりくねっていた通りは拡張され、 新しく中央にシェーンボルン通りが建設されて街は大きく改良された。新しく建設されたカイザー通りが市の外部に建設された鉄道駅と街を結んだ。この結果、駅の周辺は新しい街が形成され、かつて市街地を囲っていた城壁のあった場所にはイングランド様式のリングパークが建設された。駅とマイン側の岸の間には ユリウスマクシュミリアン大学ビュルツブルグが置かれ、また堂々たる創業の時代の建物の建設が進められた。駅の北には鉄道労働者向けの地区が作られた。駅舎の建設はミュンヘン中央駅やアウクスブルク、バンベルク、ネルトリンゲン、ニュルンベルク、バートキッシンゲンなどの駅も担当した建築家のフリードリヒ・ビュルクラインが担当した。 建設は1863年に着工され、途中での拡張があって、1869年に完成した。1919年当時のビュルツブルグ中央駅、新しい駅舎は堂々たる建物で、中央のホールは2階建てで、両側にサイドウィングが伸びていた。中央ホール1階の正面はアーケードのようなアーチになっており、駅への入り口となっていた。中には、 その当時の駅では一般的であった王族用のサロンや四つの階級に分けられた待合室、二つのレストラン、切符売り場や手荷物扱い所、そしていくつかの事務室が設けられていた。二階の部屋は鉄道職員の宿泊所として計画されていた。ここでも線路は築堤の上に敷かれたので、プラットホームは駅周辺の通りよりも一階層上に建設された。このため、 駅舎の中央の14本の大理石の柱に支えられたコンコースにプラットフォームへの階段が設置されていた。線路はとても広大な敷地に付設されており、プラットフォームの北側には側線、機関庫、車両修理工場、倉庫などが建設された。これに加えて東側にはバーデン対抗庫国入鉄道の設備も設けられた。これは ハイデルベルク方面のオーデンバルド鉄道は、バイエルン王国内を走る距離が 20km しかなかったので、バーデン対抗国国に有鉄道が運行を担当していたからである。第二次世界大戦による破壊と再建、編集第二次世界大戦の終わる、少し前まで、ビュルツブルグには特に見るべき産業がなく、その上3つの病院があって、病院の街として知られていたことから、 空襲を受けずに済むと住民たちは考えていた。しかしビュルツブルグは鉄道輸送の観点では大きな重要性を持っておりヒトラーの戦略を支える平坦上の拠点であった。1945年2月23日アメリカ、この空襲は実際にはバイロイトに対して計画されていたものであった。ビュルツブルグで連合国軍にとって脅威となるものはなくなったので 再度の攻撃はないように思われていたが、1945年3月16日、イギリス空軍のアブロ・ランカスター爆撃機が約230機飛来した。この決定的な空襲により約5000人が亡くなり、市街地の建物の90%が破壊されて、第二次世界大戦でも最も破壊された都市の一つとなった。バロックの真珠とも呼ばれた街は19分間で瓦礫の 山となった。2月23日の空襲で、フリードリッヒ・ビュルクラインによる駅舎はすでに破壊されて、いたが、新駅舎への鉄道業務の移転後は、学校として使われていた、ルートビヒ駅の建物も3月16日の空襲で、破壊された。第二次世界大戦後の新駅舎、ルートビヒ駅の残骸は1960年代に、完全に解体されて、 現在のマイン・フランケン劇場が建設された。戦争終結後間もなく、鉄道関連設備の再建が始められた。ビュールツブルグ中央駅の建物は、ほぼ完全に破壊されていたので、当時のドイツ連邦鉄道と主任建築官のハンスケルンは新しい建物を作り直すことを決定した。1950年代の戦後様式の単純な建物である。 正面はガラス張りで、コンクリートの柱が、わずかにオーバーハングした屋根を支えている。駅ホールの建設は1952年に開始され、フィルト・ビュルツブルグ間の電化開業に合わせて1954年10月2日に、使用開始された。建物のその他の部分は1961年まで、かかって完成した。内部には、切符売り場や多くの売店を収容する、大きな駅ホールがある。 駅ホールの北側の壁には、アイヒシュテッドの芸術家、アロイス・ビュンシェミッテレッカーによる、ドイツ国鉄44型長期機関車を、実物台で描いたモザイクが、石のプレートに貼り付けられて飾られていた。走行する列車の振動により、このモザイクの部品が繰り返し剥がれ落ちてしまったため、1958年に撤去されて、ニュルンベルク交通博物館へ移された。 ドイツの分断と1980年代以降の発展、編集ビュルツブルグ中央駅から約 5km 離れた地点にあるファーツヘイヒハイムマイン川橋を時速 200km でアイス3が走行するビュルツブルグ中央駅はドイツの中でも中央に位置していたので常に鉄道輸送の大きな拠点となってきたがドイツ分断後も再び鉄道の拠点としての役割は大きくなった。 ドイツの南北を結ぶ鉄道交通はかつてはいくつかの経路を使ってきたが、分断により中林原の森、フランケンバルト、ホークトラントを通過する経路は使えなくなった。南北を結ぶすべての列車は東西ドイツ国境に沿って走ることになり、これによりミュンヘン方面へ向かう列車がビュールツブルグニュルンベルク間を通るようになり、マンハイムシュトットガルト間の路線と同様に、 交通量が増加することになった。1979年から1980年にかけてのダイヤでは、平日は1日に300本の旅客列車、250本の貨物列車、100本のその他の列車がビルツブルグ中央駅を通過していた。約60本の旅客列車と50本の貨物列車の入れ替え作業が行われていた。この交通量の多さのため、 ワンハイム・シュトゥットガルト及びハノー・ファー、ビュルツブルグ高速線を建設して、高速列車を分離することで、従来の路線の線路容量を上げることになった。1991年のダイヤから、最初のアイスがビュルツブルグを通るようになったが、まだ、インターシティという名前で運行していた。1992年5月から、ハンブルク・ビュルツブルグミュンヘン間のアイスの運行が、始まり、 ビュルツブルグ中央駅にアイスが停車するようになった。駅舎、編集ビュルツブルグ中央駅の駅舎内1950年代に建設された駅舎はわずかに改修されているのみで基本的な構造は当時のままほぼ完全に保存されている。壁画を撤去された後の壁は掲示板となっている。かつての切符売り場は1 9九十年代に改装されてツーリストセンターとなっており、 ドイツ鉄道のコーポレートデザインが適用されている。また駅舎にはロッカー、サービスポイント、食品売り場、本屋。2006年夏に2つの新しいコーナーが中央に設けられて、これによりパンのコーナーが廃止されサービスポイントがホールの端に移された。東側の出口には2008年初頭まで旅行者援護所が置かれていたが、それ以降は西ウィングに入っている。 プラットフォームへ続く地下道の前にはトイレの設備があり2006年から民間事業者にリースされている近年その清潔さ衛生について繰り返し苦情があったが鉄道当局は本格的な改良は駅舎全体の近代化の際に実施するとしている駅舎の西部には2007年6月までレストランビュルガーシュトゥーベンが入っていた アルカデンプロジェクトという提案されている駅舎の近代化を背景として、鉄道直営の教職サービス会社ミトローパの後継会社 SSP ドイッチラントは2006年10月に撤退した。アルカデンプロジェクトの契約を SSP が受注できなかったことから、ドイツ鉄道による撤退通告を受けたものであった。これに代わって、新しいテナントによるレストランの再開が、 計画されている。2階には西側に会議室が東側に事務室が入っている。2007年半ばには2011年までに当客及びバーンドットコムフォートの顧客向けの DB ラウンジの開設が計画されている。景気対策の一環としてドイツ鉄道は駅舎の大規模改装を計画している。プラットフォームと番宣。 編集駅のある地域を南東方向に見る、プラットフォームへの地下道ビュルツブルグ中央駅には、今日でも多数の番線が設定されており、マインフランケン地方を通過する多くの旅客列車、貨物列車がそこを通っている。南側にある201番線、202番線は貨物列車専用となっている。駅舎に最も近いプラットフォームの番線は、留置線として割り当てられているため、 列車の運行がない。残りの5つのプラットフォームは旅客用に割り当てられている。すべてのプラットフォームはドイツにおける2つの標準値のうちの1つである76センチメートルの高さがある。この駅で運行されている列車ではまだステップなしの乗車ができない。ドイツ鉄道の長距離用車両では高さ76センチメートルの入り口のものがなく、 またこの地域で使われている地域交通用の車両は古い製造年代のものが中心で、車内まで数段の段差がある。ドイツ鉄道の古会社日市フランケン鉄道はバーとメルゲントハイムへの路線で新しく製造されたドイツ鉄道642型電車を一部運用しているが、低床構造で製造されているものの入り口の高さが55センチメートルであるため、ここでは逆に車内に降りる。 形の段差となる。5つのプラットフォームのうち B、C、D の3つは、その長さから長距離交通用に適しており、5つの区画に分割されている。プラットフォームシート D は、全長410メートルまでのアイスが使えるように計画されており、そのうちおよそ半分に屋根がついている。2006年の終わりに、かつて列車の行き先を表示するために一般に、 使われていた反転フラップ式案内表示器が、プラットフォーム及び地下道から撤去され、現代の液晶ディスプレイを使った案内表示に置き換えられた。プラットフォームへは、地面と同じ高さにある通路を通っていくことができる。プラットフォームと同様に、現在の旅客数に合わせて建設されたものではない。ホームへのアクセスは、バリアフリーとなっておらず、長距離用プラットフォームとプラットフォーム F へは、 荷物輸送コンベアを使えるようになっている。しかしエスカレーターもエレベーターも車両も備えられていない。1990年代初めにアイスの運行が開始された時に追加のプラットフォーム F が設置されるとともに駅舎に最も近いプラットフォームの番線が留置線に転用された。1959年に DRS 信号国書が使用開始された。 470万ドイツマルクを投じた設備により、それまでの5つの信号呼気書と28人の職務を置き換えた。1969年には操車場用の SPDRS-600 型の信号扱い設備が追加された。120万ドイツマルクの設備により、8人の職務を廃止した。1970年代には、ハノーファー・ビュルツブルグ高速船の ビルツブルグ中央駅への建設が行われた。すべてのプラットホーム番線への新線からの入線が可能なように建設された。同時に発着する列車の数を増加させるために、新線はビルツブルグアシャフ,フェンブルク間の路線の上下線間に建設された。同時に、すべてのプラットホーム番線が塞がっていても、全長750メートルの貨物列車が駅を 通過できるようにする必要があった。こうした要求事項のために、ビュルツブルグ中央駅の段階的な改良の基本計画が作成された。駅西側の大規模改修工事の様子、1987年6月建設中の新線とロッテンドルフへの参戦化に伴って増加する交通需要に対応するために、駅の西側は完全に東側も、 部分的に改造された。1984年に新しい信号国書が運用開始された。1989年から1999年にかけて駅への侵入、進出経路は大規模に改造された。高速多応の分岐器と改良された、信号技術の導入により、駅の結節点としての能力が向上された。これにより侵入、進出経路の これに加えて、進入と進出の進路が平面交差しないように設計され、貨物列車の通過は駅の南側にまとめられた。こうした結果、線路容量は抜本的に増強され、列車台やヤの乱れが他の運行に与える影響も小さくなった。これらの改良で、長距離列車における所要時間の短縮は約2分となり、 また、ヴュルツブルグ・ニュルンベルク間の路線改良と組み合わせると約7分となった。これらの改良工事の経費は1億1500万ドイツマルクに上った。1988年から1991年には東側の侵入、進出速度はすでに時速 40km から時速 60km に向上していた。駅前広場、編集駅前広場の中央には、 復元工事の開始時に設置されたキリアンの噴水の模造品がある。背後に駅舎がある。駅前広場は駅舎からレントゲン通り及びハウガー通りまでの間に広がっている。広場の東側と西側には様々な店を収容する建物が建っている。駅前広場の真ん中には当時バイエルン王国の摂政であったルイトポルトフォンバイエルンが1895年7月に 除幕したキリアンの噴水が台座の上に置かれており、これは旧駅から残存する唯一の名残である。このキリアンの噴水は、ビュルツブルグの市民がルイトポルトに敬意を表して、レジデンツの前に建てたフランコニアの噴水に対する返礼として、ルイトポルトからビュルツブルグ市民に送られたものである。噴水の池の中には、1895年から1943年まで、 セイキリアンの銅像が立っていた。この像は溶解して、兵器生産に使用するために、1943年に撤去された。1949年になり、ハンブルクの金属スクラップ市場からこの像を買い戻すことができ、1949年7月8日に、本来の位置に戻された。イタリア産のカラーラ大遺跡で作られた噴水は、1970年代に、 最後の砂吹きを行っており、それ以降材料が劣化し穴が開いてきていた。構造的にも劣化しているため、数年にわたって外部から支えを行わなければならなかった。2007年4月になり、復元工事を行った。噴水は数日のうちに解体され、部品は近くのフランケンホールへと輸送された。そこで修復工事を受けて、駅前広場に再建された。 可能な限り元の部材が再使用されたが、修復不能な損傷を受けている部分には、旧来の部品を手本として、新しい部品を作成して使用している。100年以上経った噴水の復元工事の費用は、約100万ユーロとも見積もられ、これは、ビュールツブルグの市政府とバイエルン州が負担した。キリアンの噴水の再開は2009年7月24日となった。 フランクの死とキリアンが噴水を飾り、死を祝福している。魚釣りとワイン作りが、レリーフになって飾られている。キリアンの噴水の周囲を路面電車の終端ループ線が回っており、ここに二つの電停がある。鉄道路線、編集ビュルツブルグ中央駅西側の廃線、中央の勾配のある線路が、高速線多くの重要な鉄道路線が、ビュルツブルグ中央駅を通過している。 すべての路線が複線電化されており、特に交通量の多いビュルツブルム・ロッテンドルフ間は3線になっている。古田方面からの高速鉄道線はおおむね時速2 5 0トル以上で走行可能となっている。ニュルンベルク方面へは部分的に時速2 0 0トルで走行可能となっている。これに対して、 主に地域輸送に用いられている路線では、列車の最高速度は120時速 160km となっている。以下に、ビュルツブルグを通る時刻表上の路線を示す。長距離及び地域交通の接続、編集ビュルツブルグ中央駅を通る列車は、以下のような系統を構成している。長距離路線便利な位置に所在しているため、ドイツ全土及び、 近隣諸国からの長距離列車が常にビュルツブルグ中央駅を通過してきた。1965年にはヨーロッパ国際特急 T の内ドイツ国内系統の2往復がビュルツブルグ中央駅に停車するようになった。1970年にはこのうち1往復がオーストリアのクラーゲンフルトへ延長され、1971年にはさらにウィーン業の1往復が加わったほか、 ベルギーやオランダとの間の T も停車した。ビルツブルグ中央駅に停車した T は以下の通り。1971年にドイツ連邦鉄道が4系統のインターシティの運行を始めると、ビルツブルグ中央駅は2号線と4号線の相互接続駅となった。ビルツブルグ中央駅の東側を行き交うアイス。 ハノーファー・ビュルツブルグ高速線へ通じるビュルツブルグ中央駅西側の立体交差を走行するアイス31988年5月27日にハノーファー・ビュルツブルグ高速線で最初の主要な開業区間として古田ビュルツブルグ間が完成して営業を開始した12時58分に公式にインターシティックスペリマントルが到着し ビュルツブルグ中央駅への路線が厳粛に開業した。5月28日と29日には、新路線の開業が主要駅での式典で祝われ、多くのシャトル列車がフルダまで運転された。新路線を通常運行する列車としては、IC686 列車、ヘレン・キーム税が5月29日9時17分にビュルツブルグ中央駅を出発した。新路線を 通常運行する最初の到着列車は IC581 列車バイトシュトスで10時42分儀であった。1991年の夏ダイヤからアイスがドイツ連邦鉄道の新しい最高の列車種別として運行を開始した。この列車はハンブルクミュンヘン間をハノーファー、フランクフルトアムマイン、マンハイム、シュトットガルト経由で運転し、 ビュルツブルグは通らなかった。追加のアイスの編成が納入されたことにより、1992年3月31日から、ハンブルクとミュンヘンの間を結ぶ、もう一つの系統が、従来の系統より東側を通って、フルダから南へ、バイエルン州北部のビュルツブルグやニュルンベルクを通って、運行するようになった。新型のアイス2を1997年から、受領したことにより、 2時間に1本の分割平行編成の列車がブレーメンへと結ぶようになった。ビュールツブルグを通過する南北方向の長距離列車は1992年にはすでにほとんどすべてがアイスに移行していたが東西方向の列車は長い間インターシティのままであった。ケルン・ラインマイン高速線が2002年に開業した後、 ルール地方からニュルンベルクやミュンヘンへの2時間に1本のアイスの運行に置き換えられ、現在の接続形態となった。これ以降、最高時速 300km のアイス3が使用されている。ニュルンベルク・インゴルシュタット・ミュンヘン高速船が2006年12月からドイツ全国を結ぶ長距離列車網に完全に統合されてから、ビュルツブルグにおける アイスの頻度が1時間に1本に向上され、また日本並結で運転される列車が拡大した。2007年12月のダイヤ改正により、ドルトムンとト,トウィーンを結ぶインターシティ、ユーロシティが、フリコ式のアイス車両に置き換えられ、これにより、ドイツ鉄道が保有する5種類のアイス車両のうち4種類を、ビュルツブルグで見ることができるようになった。25系統のアイスの2本の列車が、 ビュルツブルグ中央駅で交換する2006年12月からすべての列車が毎時30分付近に発着するようになり、長距離列車と地域列車が周期的に接続関係を構成するようになった。2007年ダイヤからアイスの41系統が1時間おきに増発され、この系統の列車は毎正時にビュルツブルグ中央駅を発着するようになった。パターンダイヤによる 列車同士の接続が毎時30分だけでなく毎正時にも実施されるようになり、シュバインフルトやゲミンデン・アムマイン方面へのレギオナルバーンの時刻がずらされて相互接続するようになったが、一方でアイスの25系統と41系統の間の接続はなくなった。他のすべてのアイス及びインターシティの列車は毎時30分前後の発着のままで維持され、 すべてのレギオナルエクスプレスとトロイ・ヒトリンゲム及びクライルスハイムへのレギオナルバーンと接続している。ニュルンベルク方面へはこのため30分に1本の長距離列車があるが一部欠落があり、これはアイスの25系統の一部の列車がニュルンベルクではなくアウクスブルクを経由するからである。ミュンヘンへのアイス25系統とウィーンへのアイス31系統は ビュルツブルグ中央駅をおよそほ分の間隔で、ほぼ同時に出発していく。パターンダイヤによる列車に加えて、他のインターシティあるいはユーロシティの列車も存在しているが、平日毎日運行されるわけではないとか、1日に1往復だけであるといった運行になっている。こうした例としては、ベルヒテスガーデン、ガルミッシュパルデンキルヒエン、オーベルストドルフ、ロストック、ハノーファーといった行き先がある。 また、夜行列車のユーロナイトでは、コペンハーゲン、ウィーン、デュッセルドルフ、ミュンヘン。また、一般の夜行列車では、ベルリン、シュトラールズンと、ピンツといった行き先がある。地域列車モーダスガーネターと612型機動車、ビュルツブルグ周辺の路線網では、DB レギオの地域部門である DB レギオ、ウンターフランケンと、ドイツ鉄道の独立子会社である西。 フランケン鉄道が高頻度の鉄道輸送を提供している。6本のレギオナルエクスプレスの系統がビュルツブルグと近隣の大都市ニュルンベルク、シュトットガルト、フランクフルトアムマイン、エアフルトと直接結んでおり、また4本のレギオナルバーンの系統が行政管区内の都市の緊密な連絡を確保している。ドイツ鉄道はかつてのジルバーリンク車両から置き換えて、 機関車牽引の列車を通勤輸送に使用している。牽引する機関車は111型、112型、143型で2006年半ばからは146.2型も使用されている。バンベルク経由のニュルンベルク方面への列車は2階建て車両を146.2型が牽引している。マイン・フランケン・チューリン・ゲン・エクスプレス以外の全てのレギオナル・エクスプレスと トロイ・ヒトリンゲム及びクライルスハイムへのレギオナルバーンは、ビュルツブルグ中央駅に、毎時30分の数分前に到着し、毎時30分の数分後に出発する。これにより、長距離列車の2つの系統と、周期的な接続関係を構成している。ゲミュンデン・アム・マイン方面のレギオナルバーンは、アイスの41系統フランクフルト方面と、接続しており、 毎生時の数分前に出発する。シュバインフルト方面への列車は、アイスの41系統ミュンヘン方面と接続しており、毎生時の数分後に出発する。キッチンゲンから、へのレギオナルバーンは、アイス41系統と、需要方向に応じて接続する。朝には、レギオナルバーンから、アイスへ。 夕方にはアイスからレギオナルバーンへフランクフルトとの交通需要に合わせた接続となっている。2006年6月8日、バイエルン鉄道は全ヨーロッパに対してビルツブルグ周辺の電化された路線網での地域交通の運行の宣伝を行った。これにはフランケン鉄道のシュトゥットガルトへの路線以外のシュルヒテルン、バンベルク、ニュルンベルク、 トロイヒトリンゲンへと伸びるビュルツブルクからのすべての路線を含んでいた。ニュルンベルクへの路線を運行する列車はレギオナルエクスプレスとして、それ以外の路線はレギオナルバーンとして運行すべきとした。夕方に存在していたパターンダイヤの隙間を埋め、ラッシュ時に追加の列車を運行する列車キロにして年間570万キロメートルに及ぶ提案されていた増発に対する、 運行の受け負い競争の一環であった。2007年2月9日に追加運行の権利は現在の運営者 DB レギオに認められ、これにより現在のウンターフラン県における市場独占の地位を防衛した。運行は2009年12月から2010年12月までの間に段階的に始まり、2021年12月で契約終了となる。路面電車及び バストの接続、編集ビュルツブルグ中央駅は、その鉄道交通の中心としての機能に加えて、地域の路面電車及びバス交通への乗り換えの中心駅でもある。駅前広場に、ビュルツブルグ市電の中央駅西電停及び、中央駅東電停が存在している。市内方面が西で、グロムビュール方面が東という、この出発プラットフォームの分割は、 1996年に実施されたもので新しい中央駅伝停が建設されるまでの暫定的なものとされていたが現在に至るまでこの計画は実現していない。駅前広場のすぐ西にはバスステーションがあり市内及び地域の路線バスの大半がここを発着している。2004年からのアルカデン計画との関連編集2004年にビュールツブルグの市政府は 駅の西に広がる郵便施設のエリアにエスナーマネージメントフュアイモビリアン AG の手で2万平方メートルのショッピングセンターとイベント施設を建設する計画を発表した。このビュルツブルグアルカデンと名付けられた計画では現在のバス駅を立体駐車場のある位置に移転してバス駅の位置で建設することになっていた。野心的な計画ではこれを2006年末までに 実現することになっていたが、市民団体がリングパークに大きく干渉してしまうと警告し、住民投票の実施を求めた。しかし、これが実現する前に2004年12月にイベントホールを運営する業者との相違によって、計画は中止になった。郵便局ビル、アルカデン計画の提案されていた場所の隣駅、周辺再開発計画の建築コンペの優勝作の 模型計画が初期段階で失敗した後、ムフィー社は2005年7月に改定した計画を提案した。バス駅を開発する当初の計画とは異なり、中央駅の西ウィングの上へと建設して、駅舎との連絡通路も建設する計画になっていた。西ウィングの売り上げから得られる収入から、ドイツ鉄道が提案されている駅の近代化計画に投資する。ムフィー社は、 バス駅を広場の東側に移して、現在の位置に植樹する、駅前広場の再構成への融資も保障するとした。道路及び路面電車に関する大規模な変更も計画されていた。レントゲン通り及びハウガー通りは1ブロックにわたって5車線に拡張され、グロムビュール方面への路面電車は、ハウガー通りからハウガーグラシス通りへ移転されることになっていた。 2005年12月14日、市議会は大多数の賛成で、アルカデン計画の推進を決め、2億5000万ユーロのプロジェクトが始まることになった。2006年半ばに、駅周辺の再構成に関する最終的な建築コンペが始まり、シュトットガルトのアワアー・ウェーバー・アソジト事務所と、ハンブルクの造園業者ウェイスパートナーが選ばれた。市民運動、危機にあるリングパークは、 住民投票を要求して2006年12月3日に実施された。市民団体は計画されているバス駅付近の緑化にもかかわらずリングパークへのさらなる影響があるとし、さらに将来的な交通渋滞とショッピングセンター、開業後の都心部の荒廃を警告した。ビュルツブルグ市民の40%以上が参加した住民投票で、このムフィー社、鉄道、市当局が推進する、 公共プロジェクトは51%対49%で否決された。決定は985票の差であった。多くの市民が投票後、見づらく理解しにくい投票用紙を批判した。総投票の12%以上が無効票であった。2007年、アルカデン計画失敗後の開発、編集駅舎の東側にある一時的な駐車場、この地域にこれから 新しいバス駅とグロムビュール方面への路面電車の線路が建設される住民投票の終了後、住民投票前に駅の改良とアルカデン計画を結びつけたことを厳しく批判していた連邦議会議員のバルター・コルボー及び衆議会議員のライナー・ボーターは改良を段階的に行うことを提案した。そのイニシアチブにより2007年3月12日に 当時のビュルツブルグ市長ピア・ベックマン及び DB ステーションサービスの会長ボルフディエタータ、ーベルトの間で4時間に及ぶ会議が行われた。連邦都中の80%までの補助金で、プラットフォームとそこへの通路の改良を行うことは、すでに大部分保障されていたが、会議では800万ユーロをかけて、駅舎の改良を2011年から2012年にかけて実施することになった。 ドイツ鉄道は300万ユーロを、ビュルツブルグ市は500万ユーロを負担することになった。市の負担分をできるだけ抑えるために、ピアベックマン市長は2階部分の改築をしないという簡略化した計画を会議に提案した。当初はドイツ鉄道側は否定的であったが、最終的にこの提案を受け入れ、市側の負担500万ユーロも免除された。さらに市は、 駅周辺の大規模改良を計画している。この計画では、駅前広場を統一した設計にし、新しいより魅力的な売店建屋を建設することになっている。また、リングパークを現在のバス駅の位置まで広げて、バス駅を駅東側に移すことになっている。この予定地は現在ドイツ鉄道市会社の土地になっているが、駅社改築への市の協力の見返りとして譲渡される。 ことになっている。また、ビュルツブルグ市電の観点からは、駅舎の前に中央電停を建設して、路面電車交通の再編を行うことになっている。これらの計画は、鉄道駅の改良後に取り組まれる予定である。2010年3月のドイツ鉄道発表によれば、駅は2018年の地方庭園博覧会までに改良される予定である。カールスルーエ市街電車の臨時の ビュルツブルグ中央駅への乗り入れビュルツブルグ路面電車利益共同体及びドイツ交通クラブは、いわゆるビュルツブルクトラムトレーンとフランケン鉄道の名で周辺へ路線網を拡大する計画の実現へ動いている。この路面電車と鉄道をつなぐ方式は、1992年にカールスルーエで初めて実現された。それ以来、この方式は、 着実に成長して現在までに約 400km に達している。他の都市、特にドイツやフランスでもこうした計画がある。ビュールツブルグではまだ確固たる計画はないが、将来の建設計画に備えて、すでに中央駅の近くのハーフェン通り、またはグロムビュール橋のところに接続経路が確保されている。 速度試験で使われた行き先表示1988年5月1日、アイスの試作者インターシティックスペリマントルによる世界最高速度記録を達成した走行実験がビュルツブルグ中央駅から出発した。この列車はビュルツブルグからモットゲルスまでの特別に設計された区間で時速 406.9km に達し、車輪とレールで走る鉄道車両における 世界記録を達成した。ビュルツブルグ中央駅は2005年にビルトアムゾンターク市による23のドイツの鉄道駅の比較で最も醜悪な駅に選ばれた。特に批判された点はよく整備されていないトイレ、プラットフォームへの暗く狭い地下道、老人多応の設備に欠けるところなどである。ありがとうございます。